これが10番なんだよ。10番ってのは点を取るんだよ。アシストするんだ。チームのために。このここ一番で輝ける。これがね、エースなんだ。これは、バイトだね。多分。全体を、間にし、来ないだろうし、どうせあっちに行けないし。全員のチェック。ここ。ああ、プレイングだったらなおさら。プレイングですね。熱いゲームがしたい。焦るな。どうせ回せない。だったら発電機の位置確認だ。どうせ回せないのになぜ熱く。前のエースになるんだろう。キルテッドも悪しね。どうしてる精度が厳しい盤面でも精度が上がり出すんだろう、ね、マジで不思議だよね。俺はこれ自体がどうして普段がポンコツレベルのスキルチェックなんだろうね。本当に画面見て外してるからやべえんだよ、ね、悪いと来るだろうね。ミッドウェイで本当は運が勝った。一応変な位置やん。挑発にならない。苦しくても挑発にならない。自分の挑発には絶対に無駄な作業が結局無駄になろうが、どうせここの位置に発電機ないなら 見ろ他の回とかも。右の実中にはまるな。そこは今じゃない。我慢してる。求めてるのは勝利だから。欲しい。時間がもったいねえ。止まらねえならもう捨てるよ。
それでロス生まれてんだろう。救助俺が行かなきゃどうすんだよ。無駄なんだよ、その何歩が。なんでそういうプレイしかできねえんだ、状況判断して。そこで治療受けろ、もう。行き過ぎなんだわ、もう。ただよね。ダメだ。触れない。あいつらが触ってる。上級者ぶったプレイって。吊るされてんなら気づいてくれ。俺が回してた発電機。デリルって。やべえよ。フェンスっていうのが。吊るされて、俺が電気回してるとこ見えてんだったらそこ行きゃいいだろ。あんまり行きたくないけど、どうせ回してねえんだろうから。マークを外す。一番面でこそ、気を離す。ケロちゃん。デッドバイ、NPC 女性軍団が惚れるっぽい。世界のエース。我慢。これは大丈夫だ。いける。あれをつけに来た、多分。出たから容易に来ない。だって外れに回す。いい、ここを我慢をする。この間に向こうが回ってくれればな。下を見てみるか、どうせ時間あるし。どうせ下も変わんねえか。ある意味固まってんだよな。こっち側つけてほしかったよな。固まってんだよ。もうこれ。疲れる。あそこ真ん中つけたら地獄でしかねえぞ、もう。早めにつかないと。しょうがないしないとダメだな。
だヒロちゃん。ち四代目。あれ、難攻不落の1代目。これがヒロちゃん、デッドバイナース、スーパーエース。これが世界の力だ。これがワールドクラスの力だ。デッドバイのエースちだけじゃない。ヒロちゃんがいればチームは勝つ。圧倒の美しさ、こういうプレーができる。チームのためにこんな状況でもゲートを上げる。これがワールドのクラスのプレーだ。こんな当たり前のできない奴らが生きてんじゃねえよ、まず。デッドバイを。舐めてんじゃねえ。5代目の発電機、4代目、5代目の勝負どころ。そしてチームのために駆け抜ける。これが、ヒロちゃん、スーパースター。よし、これがスーパープレイ。ワールドプレイ、ワールドクラスのプレイ連発。俺がいればチームは勝つ。ついに帰ってきた、ヒロちゃんが。苦しみの1時間半を抜け、ついに帰ってきた。スーパーエースが帰ってきた。NPC 女性陣が惚れるプレイヤー、確定一生をもたらす男、勝負センスの塊。センスがない奴に誰が惚れる。どこのプレイヤーが惚れるんだよ。センスだけしかない。人はチェイスの能力だけ磨こうとする。俺は違う。発電機よ、5代目、4代目、4代目、5代目。こういうところに全てをかけてる。これこそがヒロちゃんの真骨頂。ただ俺は応援するよ。俺は自分のために抜けてないから。もうリスナーであればわかる。リスナーであれば恥ずかしい書き込みはしない。なぜ抜けたんですかなんて恥ずかしい書き込みはしない。逆転負けがあったから。その負けを防がなければならなかった、どうしても。感情で救助に行って僕が釣られてる場合に最悪みたいなのが発生しちゃうから。私は責任持って応援する。ヒロちゃんが最後まで試合を見てる姿を見て誰が言うんだよ。チームのために駆け抜けてる思いがあるプレイヤーがなんで人を助けないなんて書けるんだよ。俺なら書かないよ。誰よりもチームのために駆け抜けたのは、戦ってる共に3人のために戦ってたのは俺だから。抜けてるやつが悪いんじゃない。何もやんないですよ、これ間違ってる。良い戦いでしたね。厳しい戦いでしたね。危なかったです。まあ一歩間違えば負けてましたね。まあヒロちゃんいればチームは勝ちます。力技すぎるかなっていう気はするよ。誰のやってるのは力技すぎて。うん。